ティブマン蔵前カフェにやってきました。イエイイエイ。というわけで今週は何をするかと言いますと、ちょい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 、忘れてない俺のこと。なんか二人でさ、なんかデートしちゃって浅草で行ったらしいじゃん。まあ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 、まあ、いやいや、俺も呼べよ。いやでも俊平にお土産買ってきたから。そうだよ、なんで呼んでくんないの。あ、そうだね、俊平来てたらさ、3人でサイコロ回さないといけないから。いやいや、美味しいもの食べた話ある。おお、何食べたの、何食べたの。カレーパンとかコロッケとか抹茶ビールとかおはぎとか。ずるくないっすか、キレカード来た。おタッカンマリを食せよ。タッカンマリってあのタッカンマリを食べれるんですか。タッカンマリさん。いやいや、タッカンマリあれっすよね、鶏肉の入った鍋みたいな、でっかい鶏丸ごとみたいな。そうやつか。えポン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 。はい、というわけで今回は3人でタッカンマリを食べていきたいと思います。イエーイ、 イエーイ。やった、今日もまた食えるの。タッカンマリ。はい、というわけで、なんでその3人でタッカンマリ食べに来たかと言いますと、はい、まあ、チームジャパニーズ、チームグラサムっていう2つのチームに分かれて配信対決をやったんだよね、うん、そうそう。で、その時に俺らが勝ちました。そのご褒美がもういつもらえるのと、はい、そうですよ、はい。で、まあ、なんでチームジャパニーズとチームナショナルっていう風に分かれたかって言いますと、もともとはじゃんけんで決めたのか、うん、だったんだけど、そのシャルフとかサルとか、うん、ブザのグローバルサンドって呼ばれる人たちが向こうに集まったんで、向こうはチームナショナルで、でこっちは顔がなんか薄いだとかなんか文句を言われ、ちゃうちゃうちゃう、ただ、まあ、ただ日本人代表として、うん、はい、僕たちチームジャパニーズを世界を倒した、うん、今日はまあ美味しいごちそうをね堪能したいと、ケーキでいただこうというわけです。はい、ね、ケーキでね、ケーキで、まあ本当悪いけど今日は、ね、食べさせていただくぞと。シャルフ、そしてユウヤ、会うんだよ。お前らどんな気持ちだ。俺らは今ケーキでうまいもん食うぞ。ざまみやがれ。タッカンマリって食べたことある？ない。ない。調べたら韓国語で鳥市場って意味らしい。俺写真しか見てないからわかんないんだけど、鳥さんが入ったあの鍋みたいなのがあって、鳥さんね、だから出汁を取りながら食べて、なるほど。俺も全然わかんない、めっちゃ美味しそうやね。せっかくさ、タッカンマリ食べに来たからさ、マッコリと合わせて食べたいな。アセルラマッコリ割があるので、僕いろいろ気にしてるんで、ウロン茶で。何気にしてるの。いやだからいろいろ気にしてるんだと。いや、それとは言ってないけど別に。でもこれ気になる、プランテーションアイスティー。アセルラマッコリ割行くわ。マッコリそんな感じするっけ。いや、あんま覚えてない。思った。すみません、ウーロン茶とプランテーションアイスティーと、アセルラマッコリ割りをしたという。アセルラが今日なくてアップルマッコリになります。おお、逆にいいです。はい、何。いや、プランテーションアイスティー調べていいですか。頼んだ後だけど、イメージしてみて、どういうアイスティーですか。家庭はプランテーション、プランテーション作り方だとか。いや、アイスティーってことは紅茶っぽいティーだから、うん、紅茶っぽいティーだから、うん、あ、待って、プランテーションってことはあれだ、プランクトン。ヒントヒント、アイスティーを何かで割っています。アイスティーを何かで割ってる、はい。どこで提供されてるかっていうと、ハワイ、ココナッツ、ヤシの実。あ、なんだ、来ました。あ、プランテーションが、なんだ、二重構造になってる。結局何なんですか、それは。これはですね、これパイナップルジュースですね。アイスティーをパイナップルジュースで割ったのが、はい、プランテーションアイスティー。ここで分かれてて、すごい、これをかき混ぜて、いいですか。それ映えだね、なんか。ちょっと可愛いじゃん。飲んでみよう。これめっちゃ好き。レモンティーのもっと果実感ある。じゃあチームジャパニーズの勝利に、はい、乾杯。乾杯。見やすいの。アポマコ。あー、もう綺麗このスープが。あー、おい、シャルク見てっか。おい、これめっちゃうまそうやん。絶対うまい。最近さ、結構寒くなってきたじゃん。
そうだね。だからもう鍋みたいなこういうさものがさ、うん、今の時期はもう食べると 1.5 倍うまく感じる。そうね。待ってる間に唐辛子、ニンニク、醤油、酢、マスタード、ニラをお好みで混ぜ合わせ、たたきを作ると。これちょっとさ、もうちょっと入れていいんじゃない？いや全然いいでしょ。いいんじゃない？いや、わかんないけど。こんな感じで特製の。待って、千葉ちゃん、ニンニクやん。いや、ニンニクやん。え、おいしそうじゃない？え、鍋奉行の人いる？こんな感じメンバーと行くと、やる？焼肉とか、あの、焼いてる方、うん、俺めっちゃ焼肉奉行なんだよね。だいたいね、ブザーの方々はなんかこう、はい、よこせっていう人が多いから多いね。そうそうそう、だいたいメインボーカルの2人が、はい、いいよ、いいよ、どうぞってやってる、うん、おい、おい、うん、一番やらないのはシャルル見たことない、うん、見たことない、させたくないよね、しかもこうやっててほしいよね、俺シャルルはこうやっててほしいなって思うんだよ。わかる、なんかわかる。意外とやらないのはコヘ、はい、あ意外と、意外とやらないから、ね、しれっとやらないね。千葉ちゃん A 型じゃん、うん、で、俺 O 型なのよ、うん、A と O のさ、鍋とかさ、焼肉の焼き方とかさ、だいぶ変わらない？おお。O 型って結構大雑把だから、確かにバシャバシャーってやっちゃう。ちょっといいとこに行ったんですよ。あー、行ったね。なんか、あの渋谷の、そう、何やったの？いや、A 型、O 型って紹介があって、俺 B だよ、B だよ。美味しかったの、その焼肉屋さん、ね、うん、美味しかったね。だから、シュンがめっちゃ機嫌悪くて、食べ終わった後、うん、どうしたって聞いたら、これっぽっちの肉で4000円は得ねみたいな。別にディスるつもりはないけど、質より俺量求める。食べ放題とか、そう、食べ放題のめっちゃ好きだから食べれないからね、逆に量を1枚ずつ焼くんよ。それが嫌でしょ。そう、そういう時にこうやってこれとバランスはいはいはい、はいってやるんだけど、俺はもうカッってやるはいってでも楽だよね、いいよね。千葉ちゃんもなんか細かいから遅いのよ。そうだね、うん、俺はね、どっちでもいけるよ。そのポジションがいなかったら俺やるわ。あ、確かに。あ、そうだね、相手に合わせます、うん、いい感じなんじゃないの。うん、じゃがいもはすっごいさ、ね、大きく切ってあってさ、すごい。じゃあさっくんこの、いいいいいい、そんなね、これ何、普通の小さいのでいいよ。え、これ立派立派、そんなでっかいのくれんの。やばい、うちのリーダー頑張ってるから。そうだね、そう、ありがとうございます。そうそうそう、綺麗。浅草のおはぎ屋さんに行ったんだけど、ね、なんで呼んでくれないの。強烈な戦いがあったのよ。今日はあの浅草で美味しいものを食べてくださいねって指令カード渡されて、うん、いざ行ったら、これサイコロで、あの数字大きい人しか食べられませんのでって言われて。何このサイコロ。今もやりましょう。え、今も無理無理無理、やだやだやだ。なんで今ここまで来るの。え、ここ褒美ちゃうの。ここまで来て待って、食べれるでしょ今日。いや、マジで無理。いや、ダメって言われても食べる。食べる、食べる。もう、いっちゃいっちゃい。本当に食べなかったらもう。お疲れ様でした。いや、まだ、わかんないよ。1と2。いや、落としたから、落としたから。2人が食べる。え、よかった。嬉しいな。嬉しい。え、ひどくない。待って、肉から、肉行こう、肉。うん、うまっ。鶏の肉がこのぎっしりした感じ。日本語無事、うん、肉って感じが、もう口の中いっぱいに広がるし。皆さん伝ってますか。もう、だし関係なくコラーゲン、へ、皮が、皮プルプル。このさっき作ったソース、うん、これ、シュン絶対好きよ。あ、ほんとに。ちょっと早く食べさせてもらっていいですか。俺も、いや、ダメよ。食べれないの。これでさ、ケン君のサイコロと勝てたら食べていいよ。あ、あ、うわ、絶対勝てないじゃん。ほら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 。じゃあそれ俺食べるとか。いやいやいや、ずるくないですか。え、俺飲むの。場所ね、今日は来てくれてありがとう。いやいやいや、俺お疲れ。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ブランカップです。マジ？お疲れ様でした。そうだね。気をつけて。うん。やで。だ。やっと食べれるよ。やっと食べれます。いただきます。うん。このどっぷりもちもちしてて美味しいです。普通か。うん。普通じゃねえか。めっちゃ普通じゃないか。鶏肉を、うん、いただきます。さっくんの言ってたことがすごい分かった。肉の、
肉っていう感じの。そんなにね、鳥を…いや、うまそう。え、鳥？鳥？あ、うまそう。あ、うまそう。豚丼うまそう。